こんにちは、いくよママです。今日は私の長野のお店、長野リッツの場所をご案内したいと思います。まずはですね、新幹線から降りまして、はい、エスカレーターに乗ってください。はい、見えてきました。こちらが長野駅です。長野駅に降りた瞬間、私はいつも美味しい空気に癒されております。はい、新幹線降りましたら、はい、改札口に行きますけれども、迷うことはございません。はい、改札口、こちらの1個だけ、1個だけとなっております。新幹線の改札口とは思えないこの狭さ、はい、迷うことはないと思います。こちらをですね、右方向、善光寺方向に降りていってください。はい、これが長野駅ですね。結構、混んでますね。なんか長野今人気なんでしょうか。はい、この日はたまたま、こんな感じ、静かでしたけども、普段割とすっごい混んでることが多いです。はい、そのまま、まっすぐお進みください。今ね、すごい長野はマンションがいっぱいできてまして、東京からも1時間20分ということでね、結構通勤とかで、もう長野から東京通っちゃう方も多いって結構聞きます。はい、こちらが緑というね、長野の駅前のファッションビルです。そこを通り過ぎまして、今度はですね、こちらを右の方にエスカレーターまた降りていただきます。タクシー乗りたい方は左に降りてください。長野駅から長野リッツまで歩いて10分ぐらいですかね。なので全然歩いても行ける距離だと思います。はい、このままエスカレーターを降りていただきます。こちら、右側がね、ちょっと食べるものとかお惣菜とか売ってて、私は結構新幹線行く前にここで買ったりします。結構いろいろなものが売っていておすすめです。目の前はパン屋さん、こちらも美味しいです。たまにここで一人でお茶します。はい、では出ました。左側に出ていただいて、次は右方向に歩いていってもらいますね。目の前が緑というファッションビル。これを今度左の方に歩いていってもらいます。これが長野の駅前ですね。目の前にあるうなぎ屋さんは、あ、美味しいです。ただ昼間しかやってないんですよね。なのでなかなか最近は食べる機会がなくなりましたけれども、はい、ここの足裏マッサージめちゃくちゃいいです以前よく行ってました。こちらの右側が東急百貨店、長野駅前で唯一の、はい、デパート、というものですね。はい、この横断歩道、大きい横断歩道を渡っていただいて、右方向に進んでください。うなぎ屋さん目の前にして、右方向ですね。まっすぐ進んでいただきます。長野駅は混んでるんですが、この辺りは人が少ないよね。まあ、大体ね、川崎から帰ってきてこの道を通りながら、はい、帰ってくんですけども、この東急を見まして、この道を歩いてる時にだんだん川崎モードから長野モードに変わるというか、はい、そんな感じです。この中華食堂は、めちゃくちゃ安いラーメン290円です時給も
安いんじゃないでしょうかね。ハイボール安。ここはね、新潟から進出してきているお寿司屋さんです。美味しいです。この道をただただひたすらまっすぐ歩きます。はい、そうすると右側に魚民さんがありますね。このね、アブアブってあるんですけど、ライスハウス、ここのオムライスめっちゃうまいです。はい、すっごい美味しい。食べてもらいたい。まだまだ進みますね。このね、この四川屋っていう中華料理屋さんもめちゃくちゃ美味しい。アーネスト英語学園、学院、懐かしい。実は私、ここの、英会話教室に通ってました。はい。このまま、どんどん進みます。はい。ひたすらまっすぐ歩いていきますと、右側にアパホテルが見えてきます。長野にもアパホテルあるんですよ。もうここまで来ますと、私の店はね、すぐですね。ただ、ひたすらまっすぐです。このぐらいまで来ますと、ちょっと駅前の雰囲気から、今度は夜の街に入っていく感じでございます。目の前にあります、この大きな通り。大きくもないかな。はい。この通りを渡ったところが、長野の夜の街になります。このもう目の前がね、キャバクラさんがいっぱい入ってるビルになります。さあ、夜の街、金堂に入ってまいりました。まあ、昼間なんでね、こんな感じですね。閑散としておりますけれども。実は、金堂に27年おりますけども、この牛見本店、こちらのすき焼き食べたことないんですよ。一回入りたい。絶対でも美味しいと思う。絶対美味しいと思う。はい、金堂に入ってきました。案内所がありますね。何軒かあります。東京焼き豚。こちらも人気のあるお店ですね。出てきました、出てきました。はい。間もなく到着です。門畑、私ここもね、行ったことないのよね。彼の場、ここは以前よく行きましたけども、お通しのクロワッサンが美味しかった。着きました。こちらがクラブリッツ3階でございます。はい、セーラー服イベント8月3日まで食堂の時はこちらの看板がつきます。私のスーツケースが映っちゃった。はい、ではこちらのビルの、はい、3階でーす。ちょっと夜の風景もご覧くださーい。結構カウンター広めな感じです。川崎よりも広い。こんな感じで皆さん楽しく飲まれてますけれども、以上が長野リッツの道案内でございました。皆さんのお越しを心よりお待ちしております。